はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで、今回は、ついに、コールオブデューティ MW のマルチトレーラーが公開されたということで、それに合わせてね、いろいろと発表された最新情報を話していきたいと思います。これからもね、コールオブデューティの新着情報などを上げていきますので、まだね、チャンネル登録してないよっていう方は、ぜひこの機会にお願いします。はい、ということで、本日日本時間の8月2日に、マルチトレーラーと、あと先行プレイですね。まあ、前回も2on2限定であったんですけど、今回は通常マルチの 6on6 チームデスマッチやドミネーション、そして今回から新しく追加されたサーチ&デストロイの代わりのモード、サイバーアタック。で、なんと驚きの20対20のコンクエのような大規模モード。ちょっとまあこれに関してはね、早とちりして誤報を流す方がいるので、まあ早めに言っておくと、まあ20対20は、グランドウォーだとか、あとワールドウォー2であったウォーモードかなみたいなその特定でのモードですので、まあ通常はね、従来通りの 6on6 や、ちょっとまあ大人数だったら10対10みたいな、ちゃんとまあマップの広さもウォーモードと同じく、それ専用のね、まあ20対20のマップらしいので、まあ皆さんちょっとご注意していただけたらなと思います。ではちょっと解説していく前に、今回日本人から誰が先行プレイ行ったのかって、まあ皆さん気になっていることだと思いますが、あの過去作、ワールドウォー2から、まあ中堅実況者の歴史が始まりまして、オパスさんと、タマオさん、そして僕がですね、ワールドウォー2は行きまして、BO4 ではタマオさんと奈良香さん。で、その後、プチお披露目会や CWL でボドカさんと僕が、まあ、BO4 体験プレイするっていう、まあ、流れが今まであったんですけど、今回はじゃあ誰かと言いますと、なんと、あの、くんさんが行かれました。いやー、すごいね。コールオブデューティディスラップを毎年上げてた人が、まさかの先行プレイっていう。じゃあ、ジャンヌは行かないのとかね、ボドカさんは行かないのってね、まあ気になってる方もいると思いますが、実はちょっとね、関係はあったんですよ。まあボドカさんもね、ツイッターに書いてたので、まあ大体知ってる方もいると思いますが、まあ大人の事情ですね。まあちょっと詳しく言えないんで、そこら辺は割愛して、まあとりあえずまあクンさんが行ったと。で、まさかの、現地でトラブって、まあなんかその、中間の会社さんが、PS4 しか用意してなくて、まさかのクンさんがパッドでプレイをするっていうね。グダグダプレイでしたね。一応まあクンさん知らない方のために説明をすると、マウスはね、めちゃめちゃ上手いんですよ。PUBG ももちろん上手いし、バトルフィールドっていう、まあ、同じ系統の FPS があるんですが、3、4、H、1までは多分全部の大会、大体のそのアジア大会だとか、まあ、日本の大会とかは多分何かしらで1位取ってたはず。それぐらいまあマウスはめちゃめちゃ上手いんですけど、パッドに関してはもう完璧の未経験者で、丸ボタンでしゃがむってことを知らなかったんですよ、今回ので。成績表も出し方わかんないし、武器の変え方わかんないし、そう、あ、まるでしゃがむんだ、みたいな。そのレベルなんで、ちょっと生放送、クンさんワールドで盛り上がってましたね。まあそんな形でね、まあ他の実況者さんと私も生で見てたんですけど、まあ素直に爆笑しました。非常にね、まあ可愛らしいクンさんが見られるので、ぜひそちらも見てください。はい、ではね、早速解説なんですが、思ったよりもめっちゃいい作品でした。っていうか、まあベータの段階で、あそこまで完成度の高い COD は初めてですよね。なんかもうちょっとこうグラが悪かったりだとか、ね、もっさりしてるかなと思ったんですけど、そんなことは全くなく、個人的にね、まあ、前回のその炎上だとかの話で、まあ、僕個人としても微妙だなって表現しましたが、普通に良ゲーというか神ゲーですよね。まあ、この後ちゃんとこの神ゲーの下りがね、あるんで、ぜひそちらを見てほしいんですけど、で、あと、まあ、やっぱ何より BO4 の先行プレイよりも、ワクワク感が強かったんですよ。やっぱコールオブデューティーモダンなんですよ。確かにエンジンが全く新しいけども、モダンの面影がちゃんとあって、なんかね、前回のその 2on2 よりも全然面白そうなんですよ。ただ、BO4 からだとか、ブーストゲー出身の人はちょっとね、ハードコアなんじゃないかなってなるね。まあ不安要素が多々あったので、まあそこに関してはうまい返しをしたいんですけど、まあインフィニティワードの作品だから仕方ないよ。もうこれがデフォルトだよしか返せないですね。申し訳ない。やっぱインフィニティワードとトレイヤークの作品別世界なんですよ。溶け方とか。はい。まあ、ぜひね、ちょっと毛嫌いせず見ていただけたらなと。ではまず、メニュー画面というか、キャラ選択画面があって、これがスペシャリストじゃないんだけど、兵士スキンですね。まあ、今作からスペシャリストや兵士の固有スキルはないので、まあ、お好きに、まあ、選べると。で、ここからが注目なんですけど、こちらが武器選択画面となっておりまして、やばくないですか？なんかもう語彙力欠損するレベルでやばくないですか？机の上に装備されてるメインウェポンだけじゃなくて、サブも乗ってると。で、さらにフラグだとかパークも、机の上に乗ってると、もうこの時点でなんか凝りぐらいやばいっすよね。もうこの時点で半分、あ、神。で、めっちゃこだわり抜いてるなーって感じなんですけど、こっからさらにやばくて、まず武器画面。ああ、M4A1 じゃん、みたいな。あ、やっぱ現代戦はいいよねーって思ってた次にアタッチメントよ。何これと、もう解説するのに時間がかかるんで、ちょっとあれなんですけど、グリップってよりかはアンダーレールですね。につけるアタッチメントでして、数やばくないっすか？多分これもアンダーレールと、まあ、サイドレールだとか。で、あとトップにも何かしらつけれるみたいな。ね、もう COD って基本一つかグレポンかレーダーサイトのどっちかじゃないですか、アンダーレールって。もうその域超えてますよね。グリップだけで何個あんねんっていうね。で、まあ、この段階で、あ、これは神ゲ。
まで言いかけてからのサイト画面で、あ、はぁ、ってなりません？いやもうスポーティー FPS やりたいよとか、リアル重視とかどうでもいいよって言ってる男子諸君、これ見て同じことが言えるか？サイトの種類14種類よ、ここだけで。で、これもアサルトライフルの別の種類だとか、SMG、スナイパーライフル、LMG と、また別枠で、新しいサイトが何点かあるんですよ。まあそういうの含めると30種類近くあるらしいんですよ。もうやばいよね。本当にやばいよね。CS 機でこれは本当に例を見ない FPS ですよね。うん。なんかもう本当パワーオブパワー。なんかこうリアル重視の FPS ってそんなまあ惹かれないところあると思うんですよ。ただこれはリアル重視しすぎて、もうそこで押し切ろうとしてる。リアル重視のコールオブデューティーか、なんかバトルフィールド5もリアルで売ったけど、なんかなーって。ワールドウォー2もなんだかんだリアルだったけど、なんかなーって感じだったじゃないですか。もうこれはもうその次元を超えた遥か先の話なんで、なんかもう押し切ってますよね、リアルで。で、ここでちょっとまあ解説すると、サイトにまあホロサイトの前になんかこう変なスコープついてるやつあるじゃないですか。まあこれ呼び方いろいろとあるんですけど、ブースターって呼ばれるもので、まあ当倍のホロサイトだとかレッドドットに対して、まあスコープを重ねるっていうか倍率レンズを重ねてハイブリッドサイトみたいにしてるんですよ。もうこれね、一応サバゲーでも私愛用はしてないんですけど、あの持ってて、まあ使ったことあるんですよ。こうやってカシャコンでするんですよ。実際に実銃でもちゃんとね実装されてて、使用率もそこそこ高く、まあ軍から民兵の間でも使用されてるぐらい、結構まあ有名なんですよ。そう、これがねやっぱあるってすごいよね、こだわり方。だから多分普通にサイト構えてて、当倍ホロサイトとかリフレク構えてて、あ、ちょっと倍率欲しいなってなったら横からブースターカシャコンですよ。これがまずあるだけでやばいのに 2,3 種類ですよ。で、まあその他はパークだとかスコストですね。まあパークは従来より一つ多いかなぐらいで、そこは何の変化もなかったかなっていうか、ザ COD パーク。なんかまあ、あ、これ気になるなっていうパークは何点かあったんですけど、基本やっぱスカベンジャーだとかトラッカーだとかガンホ、まあゴーストコルブラだとか、まあそこいるあたりがあったんで、まあそこまで変化はないかなと。で、キルストもちょい多いか少ないかぐらいで、まあ従来通り、うん。一応マックスが15キルスコアストリークでジャガノが入っております。てかあれだよね、スコストからキルストに戻ってますよね。めっちゃ懐かしい。あの BO3 から入った勢は知らないと思うんですけど、キル数でスコストが回せるんですよね。あのもうスコア関係ないんですよ、キル数オンリーだから。まあアシストだとか旗絡みっていうのはそこまで関係なくなるんですけど、おそらくまあドミノ旗確保だとか逆に防衛すると1キル分加算される仕組みだと思うんで、まあまあバランスがどうなるかってところですかね。で、あと、毎作のことなんですが、今作も核があるみたいで、名前は不明ですが、V2 ロケットみたいなのが、マップで爆破されていましたね。おそらくまあ25キルから30キルだとは思うんですけど、また詳細が出次第こちらね、動画で話していこうかなと思います。はい、では試合風景なんですが、まず始まり方はトラックに乗ってくるかヘリで来るかっていうね、まあロマンの登場の仕方で試合が始まると。で、まあ、気になるディーン操作なんですが、ぶっちゃけないに等しいです。あの、2位でできないディーン操作で、遮蔽物の覗き込みのみで使えるんですよ。まあ、実はコールオブデューティーゴーストも同じ仕様で、遮蔽物のみディーンがあったんですよね。だからま、全体的なバランス動向では、あの、多少ね、そのディーンがめちゃめちゃ強いとか出てくるかもしれませんが、基本前作だとか、まあ、他のゲーム見てたらそこまでね、あの、対応してくるようなものではないので、まあ、問題ないのかなと思います。はい。ではね、まあ、次に夜間モードっていう、まあ、夜モードですね。まあ、これが今作のハードコアモード的な存在に当たるらしくて、まあ、足音だとか銃声は聞こえるけども、味方と敵の区別がつきにくいマジの野戦で、あの、ナイトビジョンつけないと敵が見えない仕様なんですよね。だからまあ、初代 COD モダンでもあった機能ですが、それをより濃くしたモードなんですけど、これはね、結構まあ賛否両論で、まあ面白そうっていう意見も多ければ、まあ飽きそうっていう意見もあったので、まあ現状 BO4 の夜マップ見てたらわかる通り、最初楽しいだけども、それが通り過ぎてくるともどかしに変わってくると思うんで、まあ多分最初盛り上がって、うわ、すげえこんなモードあるんだ、うわ、野戦とか初めてだ、でまあ後半飽きて、まあ通常モードに切り替えるって感じですかね。ただ、今のところ、ベータの中でサーマルサイトがないんですよ。こんだけね、まあ夜を押してるモードがあるんだったら、まあ、サーマルサイトあるんじゃないかなと思ったんですけど、残念ながら今のところ確認できず、まあ、もしかしたら SR だとか、NMG だけにあるかもしれないですね。ってのが大体の流れで、まあ、武器でファーマスあったりだとか、MP7 あったり、ウィンチェスターみたいな SR でクリップ取ったりと、なかなかね、こう武器も魅力的だったんですが、個人的には回復システムがいいなと思ってて、一応自動回復なんですよ。それもまあまあ早めというか普通ぐらいの、ただスティームショットがタクティカルかな？リーサルかタクティカルどっちかに2本だけあって、それで瞬時に回復してたんですよね。だから前作の BO4 の回復するかリロードするかっていうその思考ですね、ちゃんと今作からもあるってことで、そこはこうやっぱり COD ならではの前作の良さ引き継ぎがあって、まあ純粋に打ち合いが楽しそうだなと。で、ここからがね、ちょっと後から出た、新着情報なんですけど、まず確定で、FOV 視野角が変えられるようになりました。
これはまあマジででかいというか、なんで今までなかったのっていう感じで、やっぱりあのコールオブデューティー画面酔いするって方も多かったんですよ。やっとねこうフォブも変えられて、そういったねまあフォブを変えられないゲームはしないよ勢も楽しめるんじゃないかなと。はい。であと前々から言ってたクロスプレイですね、まあ、これが正式な回答があって、 PC とパッドは切り替えボタンがあるとのことで、まあコンバーターはね残念ながら未対象ですけど、一応直射視するとマウスサバで、パッド刺すとパッドサバでも、パッドサバからなら、マウスサバに切り替えて、クロスプレイができるとのことなので、まあ友人とやるときに幅が広がりますよね。一応まあエイムアシストはちゃんとあるみたいなので多少マシみたいな流れですけど、まあマウスがねパッドサバに移行してくるってことはないとのことらしいというか、まあすでにもう BO4 が移行してるようなもんなんで、まあそこに関してはまあ皆さん普段から文句言いながらでも戦われてますので、まあ少しでも今回のこの仕様でまあコンバーターの人が直射視マウスになってくれることを願いましょう。はい。ということでちょっとまあ今回長々と話させていただきましたが、いや本当にすごいね。久々にこれ見てテンション上がりました。もう今回に関してはやっぱ見た瞬間に、あ、2on2で見たのはなんか微妙だったけど、今回のこれめっちゃ面白そうというか、武器のクオリティは本当に群を抜いてる FPS ゲームだと思うんで、そこに関してはやっぱり神ゲーかなって。ただ打ち合いだとかその20対20はまあデフォじゃないからいいんですけど、やっぱマップが広いかなとか、うん、昔ながらのそのちょっと狭い3連打とかっていうのがちょっと少ないように見られたんで、そこがやっぱり根本的なところ、まあ、システム云々でどうなんだろうなっていう、まあ、とりあえずね、まあ、皆さんもいろいろと言いたいことあると思いますが、まあ普通になんか FPS としては面白そうだよね。コールオブデューティーとしても全然ね、なんか打ち合いしっかりとしてんじゃんって、思ったよりもなんか打ち合いすげえなみたいな。まあもしよかったらね、皆さんの良かった点だとか悪い点を書いていただけたらなと思います。はい。ということでこれからもコールオブデューティーモダンの最新情報など上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。